愛知県豊田市にある戸狩クリーンセンター。県内トップクラスの処理能力を持つこちらのゴミ焼却場が施設始まって以来の危機に直面しているんです。豊田市では現在ゴミ非常事態宣言発令中です。今年4月、市が発令したのがゴミ非常事態宣言。その中身は市民にゴミの量を減らしてほしいというもの。一体何が起こっているのでしょうか。こちらが火事が起こった1号炉のゴミ移送コンベアです。今年2月、施設内で火災が発生。原因は可燃ごみとして出されたものの一部が発火したためと見られています。この影響で3台ある焼却炉のうちの1台が稼働できない事態に。その結果、こちらですね、ゴミの投入扉になるんですが、本来であるとこの2つの横にもう2つ投入扉があるんですが、現在はそのゴミで投入扉の口が塞がってしまって、ゴミが入れられないような状況です。これは今まではないような状況で異常な状態と言っていいかと思います。処理場に運ばれてきたゴミの焼却が追いつかず、徐々に量が増えていき、焼却する量より収集されるゴミの方が上回り、ゴミを投入する8個の穴のうち2個がゴミで塞がってしまったのです。平成19年度に稼働したんですけれども、施設稼働始まって以来の危機的な状況だというふうに認識しております。来月には稼働を停止している焼却炉が復旧する見込みですが、それでも焼却が追いつかず、9月にはゴミが施設に入りきらなくなってしまう可能性も。すでに豊田市はゴミ処理の負担を軽くするため、近隣の民間企業や自治体へゴミ処理の一部を委託しています。その費用は3000万円近くに上る見込みだといいます。そのためやむを得ず市民にゴミの削減を求めているのです。市民は、でもやっぱりどうしても紙とか使ってしまうこともありますし、仕事でもそうですけど、できるだけその一人一人が協力してちょっとでも電気使わない方がいいかなとは思いますね。そもそもゴミ処理施設で起こった火災の原因と考えられているのは、リチウムイオン電池。これはその危険性を示す実験映像。携帯電話や電子タバコに含まれるリチウムイオン電池を分別せず、燃えるゴミなどと一緒に出してしまうと、処理の過程で潰され発火してしまう可能性があるんです。今回は施設の被害だけで収まったんですけども、場合によっては職員の命ですとか、そういったところに影響が及ぶ可能性もあります。リチウムイオンバッテリーを含むゴミは絶対に燃やすゴミとしては出さないでくださいと。収容量が満杯に迫る豊田市のゴミ処理場、非常事態宣言で乗り切ることができるのでしょうか。